はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は提督の決断法パープキットなんですが、今まで PC 版で、プレイをしてきたと思うんですが、今回は PS 版で、プレイの方を始めていきたいと思います。でキャンペーンとショートゲームあるんですが、今回はですねショートゲームの中からシナリオを1つ選択して、そのままクリアした後キャンペーンに突入していこうかなというふうに思っています。で、設定のところなんですが、まあ、基本はデフォルトですね。上陸戦とか戦略爆撃、パワーアップキットの追加要素はそのままに、隠し艦隊は×というところで、デフォルトの設定でいきます。で、選択するシナリオはですね、こちらの棒の岬沖海戦を選択していきます。1945年4月1日、アメリカ軍が沖縄上陸を開始した。3月には硫黄島が陥落した時点で、日本軍はアメリカ軍の本土侵攻を覚悟していた。ついに日本軍は菊水作戦を発動する。残存する戦艦大和以下の水上部隊で占領された沖縄飛行場の壊滅と周辺の空母撃退を機としたのである。だが航空支援のない艦隊の運命はもはや誰の目にも明らかだった。4月6日伊藤誠一中将指揮のもと、大和は1000機の敵機が待ち受ける沖縄に向け山口県徳山湾を出航した。はい、というところで、画面の左下、勝利条件出てると思うんですが、日本の場合全飛行場破壊ということで、沖縄には2つの飛行場があります。なのでこの2つの飛行場の破壊と、で、一方ですね、大和が撃沈されてしまうとそこで終了という内容になります。で、選択する陣営はもちろん日本になりますね。もう資金、石油、鉄、アルミ、もう全てで圧倒的な差がアメリカとありますけど、まあ、ここはね我が日本でプレーをしていきましょう。では戦況を見ていきます。大本営は沖縄支援のため、救援のため、戦艦大和による水上特攻菊水作戦を承認。我々の任務は敵飛行場を破壊することです。これ2つありますというのは先ほどお話した通りです。で、本作戦沖縄への水上特攻には大和の投入は決定。大和が敵の飛行場の破壊の前に撃沈されてしまったら作戦はそこで失敗になります。じゃあまずですね、日本の第一艦隊大和の入っている艦隊見ていきましょう。でここは戦艦大和を機関とし、軽巡の矢作以下10隻からなる艦隊ですね。で大和は主砲46センチ砲、対艦攻撃は B、 対空攻撃 A というところで、まあ大和の単艦能力は高いと思うんですけど、艦隊でいうと随伴しているのが、矢作以下、まあ、軽巡駆逐艦のみというところで、ちょっとねさすがに厳しいかなというところですね。でこれに追従する艦隊、これを2つ選択できるので、どれを選択するか見ていきましょう。まず第2艦隊なんですが、ここ戦艦長門以下7隻の艦隊です。ちなみに長門のスペックはまあそれなりのものはあるんですが、やっぱり大和と比べると速度の面でも走行の面でも攻撃力の面でも少し見劣りするかなというところですね。続いて第3艦隊見ていきましょう。ここは空母1、従順4、以下6隻ですね。ちなみに空母の方見ておくとですね、空母に乗っている艦載機、ここに烈風が入っているんですよ。でご存知の方多いと思うんですけど、烈風自体はね、冷戦の攻撃機として開発量産計画があったものの、ついに量産される前に終戦を迎えたという、その烈風がすでに配備済みという仮想的な構成になっています。続いて第4艦隊見ていきます。でここがですね戦艦3となっているんですが、ヒューガ、伊勢は航空戦艦になっています。
で天城桂木が空母で、同じく列夫が入っていると乗っているという艦隊で8隻からなる艦隊で、最後の一つの艦隊、これ第5艦隊ですね。でここは空母が3隻、正規空母が1、軽空母が2というところで、艦船数が10になっていて、同じく列夫が乗っているというものになっているので、戦力的なことを考えるとね、やっぱり第4艦隊、それに第5艦隊、この艦隊を投入していきたいというふうに思います。ではね、早速艦隊の投入をしていきたいんですけども、実は今からはですね、実況は後付けになってます。もう何度もやり直したので、実況は後付けにさせていただいてるんですけども、投入する艦隊も、さっきはね第1、第4、第5という話をしたと思うんですが、投入する艦隊も変更して第1、第3、第5という形で変更させていただいています。結局夜間に突入を開始するという選択をしていて、第5艦隊が空母中心の艦隊なんですけど、アメリカ軍はすでに夜間に離発着可能な爆撃機持ってるんですが、日本軍はまだ技術の遅れから夜間に航空機を飛ばせないというのがあって、もう完全にね前半戦第5艦隊、空母艦隊が使い物にならないというのがあったので、従順中心の第3艦隊に投入する艦隊を変えました。で基本的な戦略、いや戦術ですかね、についてはもうアメリカ軍の一個一個の艦隊と一個一個の艦隊が対峙し合っても勝ち目はないので、一つは、カッコ撃破、それと敵の飛行場を最優先で破壊するっていうので、攻略の方は進めています。第1艦隊のヤマト、それと第4艦隊の航空戦隊持っている艦隊、ここはね戦艦ハルナもいれば航空戦艦の、伊勢、ヒューガも入っている、航空戦もこなせるし砲撃戦もこなせるよっていう艦隊ですね。で早速敵の爆撃機、これ夜なんですけども飛んできていて、発見されてます。了解。で敵の飛行場、敵というか沖縄の飛行場は沖縄本島の北部に一つ、南に一つという形ですね。第3艦隊が敵の艦隊を発見で早速ダメージを受けてますね。もうこれは敵の航空機からの攻撃によるダメージです。でまずは沖縄の北部にある敵の飛行場を一時的にライトを点灯させて発見して、これに対して早速砲撃を加えてます。敵の艦隊が、運よくっていうのかな、島の東側に集中しているのが確認できたので、日本海軍第1、第3、第5、第4ですね、第1、第3、第4すべての艦隊を島の西部、画面でいうところの左側に回り込ませて、砲撃を一斉に浴びせてます。何回かトライしているとこのパターンっていうのは初めてのパターンでしたね。大概アメリカ軍はですね、島の西側東側両方に配置しているケースがほとんど全てだったんですけど、今回は島の右側、つまり東側に全ての艦隊を配置していたおかげで、守備よく砲撃戦基地への艦砲射撃ができるという状況が作り出せました。で、さらにねすごく運が良かったのが雨のタイミングなんですけど、雨が結構ザコザコ降ってくれて、敵の航空機が飛ばなくなったんですよね。これがめちゃくちゃでかかったですね。
で雨が止んだのでまた敵の航空戦力が展開してきたものの、ご覧の通り艦砲射撃でほぼほぼ基地は壊滅状態というところに持っていきました。すでに島の南側の敵基地の場所も確認済みなので、あとはねそちらの方に向かわせます。でここまで敵味方ともにね、損害それほど出ていないんですが、やっぱり雨が止んで敵の飛行機が飛び始めると圧倒的劣勢になるので、できるだけね、早いうちに決着をつけたいという意図から、大和以下第一艦隊は南の飛行場にすぐ向かわせてます。でここまでね第一艦隊はノーダメージできてるんで、すごく守備をくすんでいるなという状態なんですが、もうここでね夜明けとともにアメリカ軍3個艦隊第1、第2、第3と入ってきてるんですが、まずですね第1艦隊これが正規空母に、護衛空母が2で、第2艦隊これ正規空母が3、護衛空母が1で、第3艦隊が正規空母が3、護衛空母が1ということで、正規空母護衛空母合わせて計12隻空母投入してくるんですが、ここでまた雨っていうね。で、まあ、それぞれアメリカ軍戦艦中巡軽巡駆逐艦とバランスよく配備してきているので、まあ、仮にね雨が降ってきたとしても同じマップの右側なり左側なりにいると、結局艦隊戦でだいぶ削られてしまうんですけど、今回のようにマップの左側に最小戦力を集中できた上にヤマトを完全に敵の艦隊の射程外にできたので、だいぶね、心穏やかに作戦を進められてます。でここでまた雨が止んだので味方からも、まあ、数は少ないんですが航空戦隊を発艦しているという状態ですね。マップ上あるいは画面上紫色の飛行機、これは敵の航空機で、青が味方の航空機になっています。まあ、ここに来て、あと4分の1ぐらいまで迫ってきてますね、敵の基地破壊まで。ここまで来ればねヤマトダメージ出てるんですけど、もうゴリ押しですね。で、敵の艦隊を引きつけるために第3、第4の艦隊は塔の東側に回り込んでます。これでヤマトがねやられなければ基地攻撃が完遂できるということで、もうここはねヤマトを守るための作戦に移ってます。これで、守備よくアメリカ軍に占領された沖縄の解放が完了というところになります。もう今回はね本当に、2つの運が重なって勝利できたかなと。一つがアメリカ軍の艦隊配置が島の東側に集中していた、もう一つが雨しかも2回降ってくれたというところですね。本土決戦の可能性は後退、日本軍の反攻への礎となった。まあ基地は守備よく破壊できたんですけど、アメリカ軍の艦隊にはね、もちろんダメージを与えたんですが、壊滅的なダメージは与えられていないというのがあるので、この後ね、少し苦労するかなと思うんですが、逆に日本軍の方もね第3艦隊第5艦隊
久保艦隊を温存できたというのはあるかなと思います。はい、ではね、この後この状態のままキャンペーンに入っていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんこの続きも応援もしくはアドバイス等々いただければ嬉しいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。